勝尾寺は、大阪文之市にある高野山真言宗の寺院。三号は、王朝山。西国三十三所第二十三番札書。戒山は、戒政、本尊は十一面千寺観世音菩薩である。次号は、勝尾寺、勝尾寺などとも読まれる。勝だルマが有名である。本尊真言、御座らたらまき陸御英家、おもくとも、罪には、 法の勝ツ寺仏を頼む御子そ安けれ、伝承によれば、勝ツ寺の早々経緯は次の通りである。仁紀四年、藤原伊達坊の子の前中、前さんの兄弟はこの地に草案を築き、仏道修行に励んでいた。それから約四十年後の天平神後元年、公認天皇の御子である改正が二人に指示して、仏門に入った。法紀八年、 海正は念願であった大般若凶六百巻の書写を終え、勝尾寺の前身である、ミ六寺を創建した。そして、数年後の宝紀十一年、明館が、本尊の十一面千寿関税音菩殺立像を制作したと伝えられている。海正の僧としての辞席については、生死に記載がなく、不明な点も多いが、北節地域の山間部には、 当時以外にも高槻市の上宝山寺など、改正の会期、または重高とされる寺院が点在している。勝尾寺は、平安時代以降、山岳信仰の拠点として栄え、天皇など、貴人の参詣も多かった。元領4年、当時の住職行順が、聖は天皇の病気兵への祈祷を行い、勝王子の事業を賜るが、王に勝つという意味の事業は、 恐れ多いとして勝尾寺に差し控えたという。日本三大実労区は、元行四年の清和天皇死去についての記事で、清和天皇が勝尾山に参詣したことを述べており、これが勝尾寺の文献上の初見である。元略元年、自称、樹栄の乱の一の谷の戦いの煽りで、全山消失する。文治四年、源、頼朝の命により、熊谷の大座ね 梶原影時によって再建された。上限2年から上限4年にかけて、佐野キ国への流罪から戻った法年が、当時に滞在している。大英30年、室町幕府第四大将軍、足利義持によって、将軍家の祈願寺に指定された。慶長8年には、豊臣秀頼によって三門が再建され、また本堂再建のための城罪も寄進される。江戸時代の遠方二年、 高野山の釈迦文院の末寺となり、宗派を天台宗から真言宗に改めている。近年では、勝ちだるまの寺として有名である。三門観音菩薩と多方刀多方刀ライトアップ。ありがとうございます。